こんばんは、対談の時間になりました。今晩はですね、ミュージシャンとして活躍の、リノさんに来ていただきました。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。いやもうお忙しい中本当わざわざありがとうございます。ではですね、恒例となっているんですが、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、ルノと申します。セカンドライフの中で音楽を作りながら、そこで出会った人たちと一緒に曲を仕上げたりして活動させてもらってます。いや本当にいつもいろいろなポップな曲をですね作ってらっしゃるってことなんですがありがとうございます。そうですね、もともとセカンドライフにですね最初にこう入るきっかけといいますか、始めるきっかけというのはどういうことだったんでしょう。はい、セカンドライフのきっかけは一時期テレビなんかで、はい、すごくセカンドライフが特集されていた時期に、多分フジテレビの番組だと思ったんですけども、でセカンドライフのその特集をやっていて、あ、面白そうだなと思って始めました。なるほど、もうじゃあテレビを見て、あ、なんかすごい世界だなっていうのを感じられたってことですね。そうですね、現実ではできないこともなんかいろいろできそうだなと思いました。なるほど。で、その時にですね、最初、当時ですと、やっぱりパソコンだとかいろいろな障害もあったんじゃないかなと思うんですけど、すんなり入れた口でしょうか、ルノさんは。何ですか、サウンドカードじゃなくて、グラフィックの方のカードはやっぱり、変えましたね。あ、なるほど。はい、最初なんかチカチカして、ダメでした。あ、でも、そこがね、まず第一の関門だったり、最近のね、パソコンでは大抵見えるんですけども、はい、当時ですと、2007年ぐらいですかね、そうですね。最初の、はい、古いパソコンですとなかなか見れなかったり入れなかったりしたと思うので、そこを乗り越えて入っていらしたっていうところが、やっぱり、ルノさんだったかなと思うんですが、最初の当時はどうでしたでしょう、この中に入ってこられて。その頃は、もちろん今こんな格好してますけれども、男のアバターで、始めまして、はい、なんですけども、当時のその最初のアバターっていうのは本当に外国人みたいなものばっかりで、なるほどなるほど。それでなかなかその男のいいアバターがなくて、それだったらっていうことで、フリーの、この今使っている女の子のアバターなんですけど、はい。それを使い始めて、まだまだその、当時はその、特に日本人のようなアバターっていうのは少なかったですね。確かに、そうですよね。すごい。じゃあその当時から使われてるんですね。で、聞いたところによると、その抱えてるクマさんが本体という話で。そうですね。ライブだとかに出る時もあるんですけども。はいはい。どうしても、この体にこの声だとちょっと違和感があるなと自分で思って。なるほど。それで苦し紛れというか。いやいや。このクマが本体ですっていう言い訳でも。いつも。なるほど。いや、私も合わせてですね、頭の上に猫をつけてきましたけど、実はですね、私も皆さん勘違いして、女性アバターの時も時々あるんですけども、実は私の場合、本体はですね、この傘が本体ということで思っています。そうですか。キノコの。そう、キノコのついた傘が本体ということで、そうやってますので、そうですね、はい。これもですね、私が一番最初にセカンドライフの中で作ったプリムなんですよ。なので、それで、その当時ですからね、色付けただけの円錐形という何の変哲もないもんですけど、記念にそのまま付けて、それが本体になったみたいな、そんな感じでやってました。そういうあれがあったんですね。はい。でもね、何が本体かっていうよりも、やっぱこの中楽しむということでもって自由なね、形になって遊べるっていうのも大きいと思いますよね。そうですね。一番最初に入った時によく初めての方々がですね、困るのは、お友達がいなかったりだとか、出会いが少なくて、はい、なんか一人だとつまらないってことが多いんですが、その辺は、ルノさんの場合どうだったでしょう？私の場合は、その頃はやっぱり、マグスルさんが一番その日本人が多く集まっているところで。なるほど。はいはい。で、新橋っていうシムに、リンクスポットっていうお店にですね、たまたまたどり着いて、はい
そこに、まあ、オーナーさんだとかお友達がたくさん集まる中でいろいろ教えてもらったりとか、まあ、くだらない話もしながら。いいですね。いや、はい。やっぱ出会いがあって、それでも、うん、はい。あ、どうぞ。すぐなんか定着できたかなと思います。あれですよね。中に入ってお友達ができたり、その自分の居場所が見つかると本当にこんなに面白い世界はないなっていうふうに感じますからね。そうですね。一番それが面白いところかなと思います。ああ、やっぱりセカンドライフの中でやっぱなんつっても出会いが大きいですよね。うん、そうですね。うん。で、まあ、そんな中でもって、まあ、いろいろな音楽活動をね、始められたと思うんですけど、音楽活動は始められるきっかけとか何かあら、はい、あったんでしょうか？そうですね。そもそも、まあ、リアルでも音楽は作っていたんですけども。あ、なるほど。そこで、まあ、私は作るのが好きなので、ボーカルを自分でやるというよりは、その歌い手さんをセカンドライフでこう探して、なるほど。それで自分の曲を歌ってもらうようなコラボレーションみたいな形でやりたいなっていうのは最初からイメージがありまして。ああ、そうだったんですか。いや、でもコラボレーションっていうのもいいですね。出会いがあって音楽ができてという、もう本当に今日のタイトルそのものですが、そういうような形だったんですね。なるほど。そうですね。割とね、ポップな曲が多いと思うんですが、歌も一緒に作られるんですよね。はい、そうですね。作詞、作曲一応やります。素晴らしい。今まで作った曲で一番気に入ってる曲とかありますか？そうですね。まあ、どれも気に入ってはいるんですけど、やっぱり、思い出があるっていうのは、やっぱり一番最初に作った曲が、うん、My Beautiful Life っていう曲なんですけども、これはもう本当にまさにセカンドライフでの出会いを歌にしたっていうか、感謝をする、ありがとうっていう歌詞がすごく印象的なんですけども。なるほど。はい。素晴らしいですね。やっぱりそのセカンドライフの出会い、その出会いをね、やっぱりその、うん、まあ、感動だとか、まあ、いろいろなことがあるのを、まあ、歌にしてるという、やはりぜひとも、ね、皆さんにそういう歌はね、聴いていただけたらなと思いますが、はい、まあ、中でもって活動されるときには、ガールズポップラボという形で活動されているというふうに聞いたんですが、はい。あ、これはですね、まあ、はい、グループ名でもあるんですけれども、はい。まあ、特にバンド形式ではなくて、なるほど。まあ、一人ユニットのような形で、一人でやってるんですけども、まあ、ガールズポップラボっていうその名称で、例えばボーカルが、誰々さんだったら、ガールズポップラボ、フィーチャリング誰々みたいにして、その曲によって、その人のまあ、声とか、性格とかに合わせてその曲を作ったりして、で、今回はこの人、今回はこの人っていう感じで、いろんな人とこう、曲作りできたらなと思って。いいですね、コラボレーションの。出会いがそれぞれ、歌とか、それに変わっていくわけですね。そうですね。ちなみに今までに何曲ぐらい作られたんでしょう？そうですね、セカンドライフでは、その、マイビューティフライフの他に、はい、白馬の王子様っていう、白馬シムっていう場所の、はい、イメージソングだったり、はいはい、あ、後ろに看板が出てますね。そうですね。はい。これはまあ、チャコさんって言って、そのリンクスポットで出会った女性アーティストに歌ってもらったんですけど。鳥さんアバターの方ですね。そうですね。あと、同じ方にその We Are Pop Candy っていう、これはもともとは、私のリアルで、新潟に住んでるんですけども、はい、はい、はい。そこの新潟で活動してる子たちに作った曲なんですけども、ぜひ、まあ、曲もいいかなと思ったので、セカンドライフではその、ちゃこさんに歌ってもらって。なるほど。それが3曲目で。で、もう1曲が最近できた曲が日曜日フレーバーっていう曲ですね。素晴らしい。楽しみですね。はい。まあ、いろいろな、ね、曲を作りながらやってて、で、まあ、いろんなことがあったと思うんですが、まあ、セカンドライフの中で、やっぱりこう、音楽活動とか、まあ、いろんな出会いもない中で、まあ、一番楽しかったことというか、記憶に残っていることってのはどんなことでしょう？そうですね。自分のその、初めてのライブもそうなんですけれども、その、まあ、僕はもともと音楽をやろうっていうふうにもう決めてたんですけども、はい。その中で、多分ナビスルさんかな？のイベント情報かなんかで最初に知って、はいはい、たまたま見に行ったセカンドライフで活動しているシュシュっていうアーティストさんがいるんですけども。ジュリエットさんですね。はいはい。そうですね。はい。その人たちのライブを見て、はい、もう感動してしまって。なるほど。本当に、リアルでもなかなか出会えない人、才能を持ってる人たちだなと思って。
感動しましたね。いや、本当にいろいろなね、出会いとか、リアルでは全然出会えない人に出会える。はい、ジュエットさんにはこの間も対談に来ていただいてお話伺ったんですけど、本当に、いや、リアルではね、本当にお会いすることなんてなかなか、また、私も、初めの頃に、シャランキューの畑さんとかもですね、結構いろいろと、はい、出会いがあって、いや、すごいとこだなと。はい、いろんな人がいて、なので、やっぱりそういうようなところっていうところを、まあ、もっともっとね、皆さんが気がついて、活用するような形になって、出会いを楽しめたらいいですね。そうですね、本当にそう思いますね。では、まあ、セカンドライフの中、まあ、楽しいこともたくさんあるんですけど、大変だったことっていうのも多分あると思うんですけども、はい、まあ、この時は大変だったなっていうのも、ね、はい。はい。大変、まあ、あんまりその辛いこととかっていうのは、まあ、ない、基本的に楽しくやらせてもらってるんですけど、はい。まあ、でも結構バージョンアップするじゃないですか、このビューワーが。ありますね。それに取り残されてる感があるなぁと思って。なるほど。はい。最近もなんかちょっと辛くなってきたんですけどもね。その辺が、まあ、そうですね。敷居がちょっと、まあ、新しいパソコンを持っている方なら、まあ、そうでもないんでしょうけど。それ追いついてさなきゃなと思いますね。大変ですよね。本当にもうなんか何ヶ月かに一度こう、新しいバージョンが出て、はい、で、だんだん性能をね、要求されますんで、ウィンドウズライトが出た時がかなり結構また大きかったですからね。そうですね。もうやっぱり、でも、見違えるようにその、綺麗なんですけども、やっぱり常にそれをオンにしておくとなかなか厳しくて。なるほど。僕なんかもその、ログインするときいつも右上に、最新バージョンが出てますよってずっと言われてるんですけど。そのままにしてます。まあ、そのうちに入れなくなったら仕方なくて。そうですね。結構皆さん同じような感じかもしれないですが。いや、本当にね、それは大変な分ですね。はい、なるほど。まあ、でも、実際にそうですね、ルノさんはどのくらいに一度ぐらい、まあ週ですね、まあよく、まあやられてると思うんですけど、一、はい、週間のうち何時間ぐらいこのセカンドライフとかに入られて活動されるんですか？そうですね、まあ最近ちょっと減ってはいるんですけども、はい、まあ一日一時間ぐらいはでもしてるかもしれないですね。そうすると週にまあ七、八時間っていうぐらいかもしれないですね。なるほど。はい、なるほどね。やっぱり、まあ、結構中でもって活動される時間もあるということで、まあ、忙しい中、入られると思うんですけども、コンサートとかも、やっぱりやられたりするんですよね。そうですね。ごくたまに、定期的なのではないんですけども、誘われたりすると、はいはい、一緒に仲間を引き連れて、ステージに上がらせてもらってます。なるほど。はい、本当にね、セカンドライフを本当に楽しんでらっしゃるなっていうのが、なんかしみじみと渡ってきて素晴らしいなというふうに思うんですけど。ありがとうございます。いやいや、本当に、まあ、セカンドライフの中でもって、例えば、まあ、今ですね、こう、視聴者の皆さんがたくさんいらっしゃって、まあ、いろいろなコンサートでもお会いすると思うんですが、皆さんにこう、呼びかけたいことか、皆さんにちょっとね、お願いとかっていうと、どんなことがあるでしょうかね。そうですね。ぜひ、まあ、これからもいろんな人と音楽を作っていきたいなと思うので、ぜひ声をかけていただきたいなと思います。素晴らしいね。出会いが音楽を作っていくという感じで、はい、セカンドライフの中でのね、つながりがどんどん広がっていく。中にはあれですよね、コラボしながら、実際にリアルでお会いしたこともない人っていうのもいらっしゃるわけですよね。もうほとんどそうですね。いや素晴らしい。もうデータで渡したり、やりとりでだけでっていう感じですけど、ね。なるほど。はい。で、それだけで作品につながってね、どなたかに歌ってもらって、コンサートができたりとか、はい、CD ができたりとかって、本当素晴らしい世界ですね。そうですね。そうなると面白いですね。いや、まあ本当にですね、まあいろいろなお話を伺っていると、まあ話は尽きないんですけども、本当に今日はですね、はい、お忙しい中ありがとうございます。いや、最後にですね、はい、まあ今後の活動とか宣伝とかあれば一つよろしくお願いいたします。はい、はい、ライブとかはまだちょっと決まってないんですが、一番新しい作品、日曜日フレーバーという曲が、札幌の玉光堂さんから発売されてます。これはメルちゃんクリスさんという方と、はい、一緒にコラボした曲ですので、ぜひ聴いてみてください。はい。じゃあ、皆さん、ぜひですね、ルノさんの歌、セカンドライフのこの出会いっていうのをテーマにした、いろんな歌がありますので、ぜひとも聴いてください。本当に今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。